換気工事は、京都府京都市山島区にある自習六条派本寺の寺院。三号は紫五景山。陰号は河原の院。本尊は阿弥陀如来。海山は、正海。六条道場とも呼ばれる。換気工事の海山である、正海は、宗祖一辺の皇帝で、一辺の諸国巡礼に随伴したそうであり、一辺の実定とも言われている。 渡るは商人業城等によると、換気工事は昭和四年、続き軍八万に全同寺として創建されたという。岩清水、八幡宮に近い、この地が寺地として選ばれたのは、八幡神の本事物を、阿弥陀如来とする信仰による。一辺が、八幡神に帰し、公安九年岩清水、八幡宮に参詣したことは、一辺商人にエデン巻き、旧にも見える。 それから数年後の昭安元年、寺は、関白、九条忠敬の日護のもと、六条東道院にある、左大臣源、徹の旧跡へ寺地を移すとともに、すでに長方五年に、菅原忠自然の宮廷菅原院跡地からこの地に移転していた、関記寺を合併し、陳述者の天馬宮もそのまま陳述者とした。この際、事後を関記工事に改め、所在地から、 六条道場とも称するようになった。応仁の乱の後、寺は、高辻カラスマに移転したが、さらに天正15年に、豊臣秀吉によって、市上京国へ移転させられて、近世を通じて道地にあった。この地は、現在の京都市中京区中の町である。共に移転してきた、陳述者の天馬宮は地名を取って、錦式、天馬宮と名を改めた。寺は、その後、 1907年、東山にあった、報告寺と合併し、報告寺の所在地である、東山区行前町に移転した。しかし、二式、天馬宮はそのまま残されて、現在に至る。移転先は、東山五条の交差点の近く、大谷本病などの所在する地区である。報告寺は、御用税天皇の母、新城と門院が、父、 過重寺春右の追善のために建てた寺で、当初、報告寺と称したが、豊臣秀吉の没後、徳川家をはばかって、報告寺に改称したという。移転はさらに続き、1975年には、駐車場建設のため、東山区の旧地を立ち退き、郊外の山品区に移転した。なお、国宝の絵巻、一辺小二二ンは、 元換気工事に伝来したものであるが、20世紀末頃に、正常工事の所有になっている。ありがとうございます。